ブレフェルでは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村でザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、自治体の一つである。ブレフェルでは、ゾリング自然公園沿い、ベーザーベルクラント地方のベーザー側に面する位置にある。この町は、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレに属しており、行政機能はポレに置かれている。この町は、以下の二つの地区からなる。 グラーフェノパノラマブルフェルでは、ベーザー側の都市落ち沿いに大変古くから、ある集落である。しかし、この街を通る連邦道の拡幅に伴って、数多くの古い建物が犠牲となったため、街の魅力は大きく損なわれた。この街には1965年までロープ式フェリーがあった。1977年までにロープ式フェリーの設備は取り壊され、フェリーはなくなった。 2005年6月からソーラーボートを使ってフェリーが再開され、歩行者や自転車がベーザー側を渡るのに利用されている。このフェリーは修道35号線と36号線とを結んでいる。1973年の地域再編によりブレフェルデはホルツミンデン軍の所属となった。プロテスタントイコールルター派の村の教会である。 セウルバン教会は1200年頃に建設され、現在も両側に階段式ハフを有する霧妻屋根の中世の塔を有している。内部は簡素なホール式教会であるが、1815年に購入した貴重なオルガンがある。1980年代の修理の際、このオルガンの中から中世の記録が発見された。かつてこの教会は、 ポレの教会の親教会にあたっていた。この教会は現在では、ブレフェルでの象徴的建造物となっている。この教会は、ポレボクシクの管轄下にある。1988年10月18日、イギリス軍の戦闘機械マイナス4ファントム2が、エンジントラブルにより、ブレフェルで近郊の森に墜落した。パイロットのピーター・ラインとコリン・フライヤーは、 車室座席でマイボール船に脱出することができた。これを受けて、ザムトゲマインデポレは、1988年11月に、連邦政府に対して、ベーザー川上流域での低空飛行を禁止するよう、要求した。銀字で、日本の青い波体の上に、海岸ハフを持つ黒い塔が描かれている。ブレフェルでは、ホルツミン,ンからハーメルンに至る、 連邦道 B83 号線沿いに位置している。ありがとうございます。